大津彩香さんがですね、はい、高松奈々さんっていう人、うん、これどう説明したらいいんだろうな。もともとなんかお笑いやってたんやと思うね、俺の記憶ではな、うん、ほんでもう今は若者の政治参加が専門とか、時事 YouTuber として若者に社会問題を身近に伝えるとかいう人になってんやな今は。まあインフルエンサーってことですかね、政治系インフルエンサーってことですかね、うんうん、でこの人に大津彩香さんが、高松さん代表選の取材が落ち着いたらでよいので、ね、私自身はみんなで作る党のお話をさせていただく機会をいただけると嬉しいなと思ってます。なんか大津彩香さんもね、若者の政治参加を進めたいみたいだからね、うんうんうん、でもまあ俺がこの前さ、あの大津彩香さん自身がその若者がダメやっていうことを体現してるんですけど、どうそれはどうなんですかってことを言ってしまいましたけど、それは名誉毀損になるんですかね知りませんけど、まあもし名誉毀損になるんやったら訴えてきてください。もうこれは俺の感想なので、大津彩香さんがそのもう、まあ、31、まあ、一応それを若者とするならば、若者が政治参加するなんて、まだまだ そんな若さで政治参加するなんてもうダメな見本っていうのをもう体現してんねんけど大丈夫かっていう話をして、その大津彩香さんがさ、高松菜奈さんにすり寄ってるわけよなあ。どうしたんやろうね、よくわからへんけど。でもな、俺高松菜奈さんのな、この大津彩香さんがリプ飛ばしてるこのポスト、誰かと話しているからこいつはダメだ、あいつと絡んだらダメだなどというレッテル貼りを本当にやめた方がいいと思う。今自民と立憲の代表選挙で右から左までいろんな方に取材しているのですが、両方の支持者の方々など双方を取材するたびに話したこと自体を否定する声が聞かれて残念ですって言ってるんやけどな、俺のな記憶ではな、あれ何年前なんやろ、10年は経たへんのかな。で俺と弟子が好きなさ石川紀之くんとさ、うん、対談してんの俺見たことある。今でも見れんちゃうかな多分。あれじゃあちょっと私見てきます。後にせえやそれで言ってたことを今でも覚えてて、もう大、うん、もうそこだけ覚えてるわ、うん、なん石川紀之さんは、うん、石川紀之くんは、うん、割と保守的な考え方やねんな、うん、政治的な思想っていうかさ、考え方はさ、うん、割と保守的やねんか、うん、でまあそうやな、もう本人が言ってたからよく、だからで韓国が嫌いやみたいなこと言ったんや、うん、石川くんは、うん、でそれを受けてさ、この高松菜々さんがさ、うん、あのそういうのやめた、まあ言ってることは今と一緒か、このそういう意味では一緒やん、そういうのやめた方がいいと思いますよとか言い出して、うん、でさらに言ってたんが、ね、カズヤチャンネルとかトラノモンニュースとかそういうの見て影響を受けて真に受けんのやめた方がいいと思いますとか言ってさ、うん、俺なんじゃこいつって思うねんからなんじゃこいつって思うねんいやほんま、なんかまあそら人間はさ、そら時間とともに考え方が変わるもんやから、うん、今はそん時の考え方と違うんかもしれんからさ、あんまりそこを詰める気にはならへんけど、なんかなとか思って、これをいやお前カズヤチャンネルはダメだ、トラノモンニュースはダメだって言ってたやんけとしか、その記憶しか出てこないんだけど、俺は今はどう思ってるんでしょうね。もうあれがだいぶ経ってるからな、そら人間一回言ったことはいつまでも言われなあ、そら考えは変わることがあるからさ、いいんだけどよ、うんうん、ひょっとしたら俺もさ、うん、来月ぐらいには大津彩香さん応援しますってなってるかもしれんやん、ひょっとしたらね、なるか例え話あくまでも今弟子のファンタジーな師匠がなんか相方なんとか言って推し活してた、そう民族日記を加工してなんかデコレーションしてキラキラ動画にして、うん、はいとか言ってとかやってっかもな、うん、やるか私のファンタジー師匠がやるかそんなもん
まあ、だからあんま言いたないんだけどさ、うん、それってなんか思っちゃうよね。カズヤチャンネルとか虎ノ門ニュースとか真に受けたらダメですよとか、うっさいボケやと思ったわ俺。なんか、まあ、多分石川のりゆきもそう思ってんやろうなと思いながらさ、なんか不機嫌になってたもんな石川君もな。不機嫌というかなんかな、どうやったっけ、なんかみたいな感じやったで。なんかほんで結局この対談をセッティングしたのは誰やねんとか思ってさ、なんやねんこの全然噛み合ってない対談はと思ってさ、別にどっちがどっちとは言わへんけどよ、別に石川くんが韓国嫌いっていうのは俺は別にそれは考え方やからいいと思うんだけどな、うん、それを言うかどうかとかいろいろあんねんけど、別にそれはまあ石川紀之くんがそう言おうと思って言ってんだからね、まあ、それに関するのはそれ、まあ、それに対してまあ意見を言うのも自由なんでええねんけど、なんかだからやっぱしぶっちゃけ左翼系と思ってるんで高松さんのことをぶっちゃけそうとしかを、まあ、まあそこのところは緩和されてんのかきつくなってんのか知らんけどさ、うん、多分俺と対話しても仮に俺と高松さんがな対談してもな石川君と同じようなことになるんやろうなと思うんだけど、まあ、それはええとしてさ、そんな高松奈々さんに近づこうとしてるんですよ大津彩香さんは。どう思うよ。何が目的なの、何が目的なんやろな、この後に読んでやっぱり自分の入ってもらおう思ってるのかな、民族に、民族に。あ、高松さんやったらワンチャンさ、うん、左派系のさ支持者増えるかもしれんもんな、あるんじゃない、そういう企みとか思惑としてはあるのかな。あー、まあよくわかりませんけどね、もし実現するんなら見たいもんですな。その高松さん若者の政治参加か、若者の政治参加は若者の責任やからな、うん、選挙なんか別に行かなくて一生って思ってるのが悪いんやからな、うん、でそう思わせない大人の責任だとか言うから、別になんで思わせたらなあかんねんな、そんなことな。興味持たへん、興味持たへんもんが悪いんやな、そんなんな。なんかなんで興味持たへんものを無理は、だからそういう活動もまあいいと思うけど、興味持たへんっていう選択もあるんやからね。うん。だからまあそれを興味持つように活動するのもいいっちゃいいけど、まあ、でもなんか、ピンとこへんよね。俺はピンとこへんわ。だからもう俺も老害になりつつなんのかもしれんけどさ、いや、つうかでも昔に比べたら若者持ってんちゃうかな、政治に。今日はでも持っとらへんか、話してても別にそんな興味ないですとか言うかな。でもそこを説教してさ、で君たちがねそんな風にね興味を持たないからね、おっさんどもの言いようにやられてんだよとか説教すんのもなんだかなって感じやしな、ほんまな。そんな言ったところで興味ないもんはないんやからな。だってさ、そんな中学生の時とかさ政治とか興味あった？ないよね。どうでもいいよね、ぶっちゃけ。なんかテレビで政治のことやってても、なんもう何のことか全然分からへんもんな。今必死で思い出してる、今必死で思い出してるんですけど、そう思ったら俺いつぐらいからやろう、割と分からん、30超えたぐらいでもそんななかったかな、別にやっぱり40ぐらいかな、俺でもそんなもんやで、マジで。うん、だからある意味さ、立場だから若者に政治参加してもらうっていう意味ではさ、立花さんのやり方とかやっぱり正解なんじゃない？で実際ガーシーを担ぎ上げてさ、票を取るっつってさ、わあガーシーだ、ガーシーが選挙になるんだら票入れようっていう若者とか増えたやろうし、うん、で今度は DJ 社長衆院選に出そうとしてるみたいやけどさ、仮に出たら、うん、あ DJ 社長が立候補するんだったら票入れようっていう若者もいるやろしと、それでいいんじゃないの、別に。なんかそれ以上のことなんかあんのかなと思うんだけど、なんか若者の政治を参加させるためになんかこんなことをやりますって言ったかって、絶対興味なんて持たへんわそんなもん。それより DJ 社長とかそれこそインフルエンサーだ、この前のさポスタージャックでもさ、なんか俺はようわからへんけど、なんかホストのインフルエンサーとか可愛い女の子のインフルエンサーとかのポスターを貼ってさ、
方がいいんじゃないの。なんぼその策を労したところでどうともならへんような気がするんですけど、うん、以上です。はーい。もらってないけどもらってる。